おいおいって強そうに見えて、強そうに見えて、で、あ、しようと思って。それ女性。あ、女性はどうですか、女性は。今26だから童貞じゃないですか。あ、一応卒業はしましょう。童貞、中学校、あ、そんな早いですか。一番ちょっと早い方でしょ。船木正勝です。今回は久しぶりというか、あまり自分はコラボやらないんですけども、今日のゲストは先日、ライジンで総合格闘家としてデビューをしました空手家の、上田美希夫選手です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。上田と申します。大きいですね。ありがとうございます。あまりそのこの大きい日本人選手ですねいないです。そうですね、自分もあまり見ないかもしれないですね。今回は、はい、事務所同士ですね。あ、そうですね、はい、それでこういう形になったんですけど、はい、ありがとうございます。決まってから上田選手のことを自分はいろいろ YouTube で見て、で極真の時の試合も見ました。 はい、あとはその総合格闘家としてデビューするので、そのデビュー戦を見てからちょっとお話ししてみたいなと思ったので、こういう形になりました。ありがとうございます。ちょうど1週間前ですね。そうですね、ちょうど1週間経ちますね。2週間、あ、2週間です、ね、2週間、はい、1週間前で。でもダメージはない。もうないです、はい。もう一瞬の出来事だったので、はい、もう次の日、2日後ぐらいから稽古始めてですね、はい、今は2戦目に向かって。まだ決まってないですか。まだ確定はしないです、はい、これからですね。わかりました。じゃあ、早速ちょっと何個か自分質問があるので、はい、よろしくお願いします。ちょっとやっていきたいと思います。はい、よろしくお願いします。気軽に答えてください。あ、わかりました、はい。まず好きなみなんですけども、はい、空手との出会いをちょっと聞いてみたいです、はい。もう自分は最初に何歳の5歳から5歳、5歳です。5歳年中ですね。それはお父さんに勧められたとか。いや、特に家族が父と母がやってたわけじゃなくて、たまたま家の近くにあったというか、まあ、自分がすごく病気をする年少期っていうんですか、ね、病気ですね。まあ、ご存知のあまり有名な病気ではないんですけど、髄膜炎という病気と、髄膜炎ですね。どんな病気かちょっと忘れちゃいましたけど、あと股関節炎ですね、まあ、多分股関節のそういう病気なんですけども、運がいいことに両方良性だったんですよ。これ悪性だったらちょっと今頃多分車椅子の生活っていうかっていう生活だったと思うんですけども、両方良性で、で、まあ、医者から何かやらした方がいいですよと、スポーツみたいなの、でちょっと運動してやった方がいいんですよって。最初自分父は野球やっていたので、野球、はい、野球に行ったんですけども全然ダメダメで、でいやボール使うのはダメなのかうちの子なのにみたいになってて、それたまたま家の近くにあったのが空手だったんですよね。たまたまですか。たまたまです、本当に。もう自分の父とかも全く空手とか武道を全く知らない。それこそ当時、その今思い返せばその道場に、まあ、亡くなられたアンディ・フグ選手のポスターが貼ってあったんですけど、誰この人ぐらいな感じだったので。お父さん 50ですよね。そうです、もう亡くなっちゃったんですけども、はい、父と母は、まあ、母は生きてるんですけど、一応両方50です。あ、50で、ということは自分とほぼ同じ年代です。そうですね。であれば大概その格闘技とか、まあ、プロレスとかですね、そういうスポーツすごい盛んだった時代なんで。そうなんですよ。なんですが、あんまりじゃあ格闘技の方は。いや、全然知らない。あ、で野球だったんですね。野球でしたね。野球、自分のことで野球小僧というぐらいの人だったので、で、まあ、たまたま入った空手でですね、で幼稚園の友達自分含めて3人で一緒に、はい、一緒に行ったんですけども、自分だけまあ、多分、当時1時間ぐらいの稽古あったんですよね、幼稚園クラスみたいな、で自分だけ30分ぐらいでお母さんのところに逃げちゃったんですよ、泣きながら、うん、いやだーっつって。そんなにきつかったんですか。いや、きついっていうよりも多分もう嫌だったでしょ、その場がっていうか、みんなで押すとか、なんかそういう大きな声がっていうのめちゃくちゃ弱い子だったので。それは自分もよくわかります。みんなでやる行動がすごい嫌だったんですよ。はい、だから学校自体がまず嫌です。ああ、すごくわかります。一緒に座ってなきゃいけない。そうですね。で、1時間必ずずっと座ってなきゃいけないっていうところに、まず幼稚園から学校上がって、すごいなんかこう、違和感を感じて。ああ、いや、自分もそうですね、今も。いきなりなんかその自由がなくなったみたいな。そうですね。で、そこで嫌だったんですけど、
ただそこの当時の師範が自分のお母さんの家に来て、いやこの子は強くなるからやらした方がいいって言ったんですよ。何を見たかちょっと分からないんですけど。その頃体は大きかったんですか。まあそうですね、まあ大きい方だったのかなって感じですけど、そんな突出して大きかったわけじゃないんですけど、でその何を見たか分かんないんですけど、さ30分ぐらいの多分基本稽古とかあったと思うんですけど、まあちょっと聞き忘れたんですけど、何を見たか分かんないんですけど、いやこの子は強くなるからやらしてくれって言って、自分の母と父親も言われたらもちろん嬉しいんで、それでずっとやらせて今に至るって感じなんですかね。あの両親は大きい人ですか。あそうですね、父が183の母が170なので。ああ、じゃあお母さんも大きいですね。そうです、両方、まあそういう多分じゃあその遺伝子をおそらくその師範は見たんでしょうね。かもしれないですね、そういう遺伝子で見たのか動きで見たのかですけど、多分遺伝子的な動きはもう30分も持たなかったので動きは多分後付けできるんですよ。そうですね、体の丈夫、やっぱりその体の丈夫な人が、はい、まあ、この世界というかスポーツ全般に生き残っていくので、はいはい、オリンピックもそうじゃないですか。そうですね、はい、だから、まあ、体を見たんでしょうね。あ、なるほど。そうだったらしいですね。で、その頃っていうのはそういう格闘に対しての、なんかその先入観とかそういうのを喧嘩しました。あ、いや喧嘩なんかも全然するような人じゃなかったですね。じゃあ初めてその人とのその殴り合いは空手からですか。そうですね、やっぱり空手で初めて叩いて、でもやっぱりまあ弱かった子で、まあ、もちろんすぐ泣くような子だったんですけど、やっぱり人を叩いて、まあ、相手が痛がるわけじゃないですか、たまに、で本当の世界だったらやっぱ自分が悪い、でもやっぱその世界だと自分が褒められるっていう、そういうなんか違う価値観っていうのに、そうですね、やっぱり幼稚園小学生ながらなんかすごく自分はあった価値観だったっていうか、うん、やっぱ強いっていうものにもともと憧れはあったので、やっぱ弱かった分やっぱ父がすごくでかくて強いイメージがあったんで、その強さに憧れてたっていうのがあったんで、まあ、そういうのあったかもしれないですね。そういう価値観がすごく合ってるっていうか、いいなと思ったかもしれないですね、うん、今思えば。で、空手始めるわけじゃないですか、はい、始めたらそこからその、まあ、小学校中学校ずっとですか。ずっとですね、もうやめたことはないですね。もちろんあの流派を移動、まあ、自分の代から結構、まあ、ご存知だと思うんですけど、小山総裁亡くなられたのが94年、自分が95年生まれなので、空手始めた2000年の時はもう結構分裂して。その時は、誰派のところにいたんですか。新極新会館の新ところ。そうですね、はい、緑代表のところでいらっしゃいます。で、まあ、で極真行ったり違う流派行ったり、意外といろんな流派を転々としてやっていた。あと相撲。あ、相撲柔道、はい。それはいつでやった。それは中学校の部活です。部活で。部活で3年間だけですけど、一応柔道は、まあ、柔道、自分は相撲の方が得くて、柔道は全然、まあ、県大会か、県大会ぐらいしか出てなくて、相撲は全国まで一応行って。それはなんでその空手って打撃じゃないですか。はい、でなんでその相撲とか柔道とかっていう組み合わせの方に。それはですね、結構転機がありまして、中学校の時に、まあ、行った空手の先生は、その流派が結構まあ小さい流派だったんですけども、まあ、そのおかげもあり、中学生でもその大人の試合に出れることができたんですよね、強ければ。でそれで大人の試合に初めて中学校1年生の時に、2年生かなんで出させてもらったんですよね。その時にやっぱりその、まあ、勝ったりはできてたんですけども、やっぱりその疲労感っていうか疲れっていうのがすごくやっぱりあって、でその時に先生と話したのがやっぱフィジカルだったんですよね。でもっと他のことやって、他のことやれば他の技術も身につくからってことで、たまたま自分の中学校が相撲強い中学校で、それでやることになってですね、まあ、それがすごく転機で、やっぱりそれやってから本当に、まあ、空手は結構ステップというのは練る方がすごく大事になってきたりするので、その練る力っていうのがすごく強くなってですね、まあ、一般の試合でもまあそういうパワー負けしなくなったっていうのが一つの、じゃあ空手はその時週何回ですか。空手は週5回、週5で相撲も月土、月から土、月から金で自分やってましたね。ああ、じゃあ毎日相撲とかで。そうですね、まあ、部活でやって夜稽古って感じで。もその組み合わせをやってたってことは後々今役立った。いや、そうですね、まさかここでそれが生きるとは、そういう意味ではもしかしたらそっちの方向に向かってたのかもしれないですね。
そうですね、やっぱり、はい、一時期はやっぱり自分は自分の世代で言えばやっぱ K-1 ブームであったので。ああ 誰時代ですか、その時。自分がよく見てた頃はやっぱレミー・ボンやスキータイ・ムサシ選手の一番すごかったですね。そうですね、まあ自分の先輩、まあ、大師匠ですけど、フランシスコ・フィリオ、まあ、一番師範、フィリオ師範が引退した後ぐらいの代が自分、うん、でもしも仮にその K-1 が今でもヘビー級残ってたら出たいと思いました。あ、もちろんですね。やっぱりそれが夢で、自分はグラペ・フェトーザっていう選手がいてですね、その選手が好きで、まあ、これはもう今だから言える話なんですけど、新極真から親にダダをこねて、グラベ選手がいる流派に行きたいって言って、それで極真に移動じゃない。なので、まあ、多分今もあったらそっちの道に行ってるのかなと思います。あんまりじゃあ、喧嘩とか、そういうのとはあんまり無縁だったんですね。無縁だったんですけど、まあ、これもう途中から体も大きくなってるし、そうですね、喧嘩売られることも。そうなんですけど、自分が地域からたまたま元々大田区だったんですけど、川崎に引っ越してですね、川崎そういう人が、そうですね、なんで中学校というか小学校高学年ぐらいから自分の家族もびっくりするぐらい自分の性格が真反対になっちゃってですね、強さを道場以外でも見せつけたいみたいな少年になっちゃってですね、そこからはちょっとやっぱ中学生ぐらいは喧嘩ちょっとした、まあ多かったかもしれないですね。それもじゃあ全勝で。そうですね、一回だけいっぱいですかね、大学生と喧嘩して。その時何に負けたんですか。その時はあれですね、もうどんどん押されて、押されてそうだね、押されて寝かされたんですね。相手が最初レスリングやってたみたいな。ああ、なるほど。ああ、そこでレスリングが出てる、ね。そうですね、そこでレスリングやってた。相撲とは違う、なんかこの両足タックル。そうですね。自分中学校3年生であっち大学生でプラスレスリングやってたんで、ボコボコでした。それでしかもレスリング経験したら。体の差もあったんですか。まあ、身長は自分のはでかかったですけど、やっぱまあそういう横はもう全然違う。力が違いますか。違います。その人今見てるんですかね、これ。どうなんですかね。見てるかもしれないですね。あの時の中学生あの時そうですね、今何やってるんですか。これ見てたらぜひ連絡ください。稲毛神社、名前言っていいんですかね、神社、稲毛神社って、神社でっていうところのお祭りの、お祭り、そこで自分たちが、自分が喧嘩を売ったんですよ。ああ、おい。おいって言って。それなんで、その人がなんとなく、ちょっと強そうに見えるんですか。強そうに見えて、で、ああ、しようと。そうや。で、裏路地でですね、ちょっと来い。ちょっと来てくれ、つって、何つって、みたいな感じですよ。飛んで投げて、あっちが目行った瞬間逃げましたね。で、もうすぐあっちに行って。これは面白いですね。そうですね。タックルで倒して、相手が逃げたっていう人、もしもいたら、ちょっと、上野選手の事務所の方に、プライベートです。よろしくお願いします。次、ちょっと真面目な話です。あ、はい、100人組で。あ、100人組で、はい。は、どうでしたか。何人まで。60人ですね。60人、はい、60って言ったらもうあと半分はもう超えてますね。超えてましたね、はい、だけど中途半端な長さありますよね。そうですね、1人2分で60ですね、はい。まあ、100人組みては、まあ自分の今回で言えば、まあすぐ何ていうんですかね、まあ率直にやった感想といえば、これ以上きついことは今後ないのかなっていう、うん、まあ自分の MA 転向になった一つの自信っていうんですかね、うん、にもつながったぐらい、まあ、もちろん結果が全てなんで、まあ、失敗って形は終わりましたけども、自分自身にはすごくいい経験っていうか、まあ、症状で言えば腎不全、急性腎不全ですね、別名黄門筋誘拐症でしたっけ確かっていう、まあ、病気になってですね、うん、まあ、それでちょっとその60人の時点で何分ぐらいだったんですか。その時間は2時間ぐらい。2時間2時間ですね。2時間はないですね。2時間殴り合いはないですね。そうですね、2時間殴り合って。それはなりますよ。そうですね。でもそれ達成した人ってすごいですね。まあ、何人ぐらい。今9人です。9人。はい。鉄人ですね。鉄人ですね。でも自分がすれば憧れの存在ですね。まあ自分の元いた極真の館長、松井館長も達成されてます。それこそフランシスコ、フィリオシアンも達成されてますし。山木さんも。あ、もちろんです。はい、山木ちゃんとフィリオシアンは1分半でやったんですけど、でもやっぱり達成することがすごいっていうか。そのルールなんですけども、全国から100人集めるんですか。
そうですね、自分の場合は、自分の時で言えば、全国から、何歳まで、35歳、18歳から35歳の、まあ、空手帯があるんですけども、2級かな、2級以上、まあ、茶帯なんです。それ100人。それ100人です。でも、みんなピンピンしてもらってきますね。そうですね。で、今回コロナってこともあって、結構。マスクつけて。あ、マスクはしなかったんですけど、結構厳選されて、40人ぐらいの強い人たちが今回はやらせてもらったんですけど。それはだけど、いじめっていうか、拷問というか。まあ、本当、荒行ですよね。まあ、本当に。あ、まあ、本当に。でも、多分きついですけど、一番多分強くなる方法だと思います。そうですね。やっぱり非現実な稽古っていうんですか、ね。あの、自分 の, あの先生なんですけど、亡くなったんですけど、カール・ブッシュさんっていう、はい、あのプロフェッサーがいたんですけども、その人も指導法は1対1全員なんですよ。スパイリング で, で自分だけその時全員とやらせられたんですよ、ね、何人ぐらい。あ、その時あのまだそあの少なかったんで、あの5、6人ですよ。5、6人で1対5、6人でこうあの、まあ、回されるんですよ、ね、でトップになってからそういうことをさせられるとものすごくきついんですよ。かもしれないですね。新人とか新弟子の時にその回されるのとはまたちょっと違う感じじゃないですか。そうですね、こっちどんどんこう疲れてくるから、あのいつもだったら勝てない人でも勝てちゃうんです、はいはいはい、そういうのもあるんで、やっぱりでもそれが一番なんか強くなるあのスパーリング法だなっていうのはゴイチさんから教えてるんです。そうですね、空手ももともと元立ちって稽古があったぐらいなので、あの、まあ、そう10人組みで、まあ、あの初段は10人、2段は20人、3段は30人、まあ、5段までなんですけど、5段は50人、まあ、その審査の時は1人40秒から50秒ぐらいなんで、まあ、どんどん回すんですけど、やっぱり時間が短いから楽とかそういう限度を超えてくるので、逆に50秒だと1人50秒なんで、その人は50秒だけなんです、うん、すごい精錬されてくるんで、それがきつかったりしますよね、うん、でもそれは本当に強くなるトレーニングですね。そうですね、やっぱりそういうなんていうんですかね、まあ、技術はまだまだ MMA の本当技術はまだ白、まあ、自分自身はまだ白火だと思っていて、逆に技術だけで言えばもう自分の肩書きは捨ててきているようなもんなんですけども、やっぱりその空手で培った精神力の誇りだけは捨てずに、まあ、この MMA という業界に来たつもりであるので、まあ、この経験もあの、あれですね、今後の トレーニングも、まあ、その1対3とかの回しですね、はい、まあ、5分ずつその交代で自分1人だけその残ってやるやり方が一番いいと思います。そうですね、また初心に戻ってそういう稽古もしていきたいなと思います。あえてそれやった方がいいと思いますね。そうですね、そうです、もう本当あの例えば3人でやったとしても、はい、2人は10分休めるわけですから、はい、10分休んだらもうまた蘇生してきますから、ね、こっちは10分5段疲れてますから、すごく大変だと思います。そうです、ね、昔のあの人たちってやっぱ回数すごい多いですよね。プロレスとかでもあのスクワット2000回とか、そうですね、であの相撲だったら四股1000回とか、はい、そんなわけじゃないですか、はい、だから多分空手も100人組みてっていう発想になったんですかもしれないですね。その自分はやっぱりその昭和の、まあ、平成生まれですけど、昭和の空手っていうものにすごく憧れを感じて今空手やってきたんですけど、やっぱそういうなんていうんですか、桁が違うとか、それこそ滝に冬に浴びに行くとか、なんかもうそのなんていうんですかね、人間離れしたそういうのにすごく憧れがあったっていうか、だから今も昔の人はそういうこと知ってましたよ。ああ、なるほど、そうですよね。あのアントニーニさん、あ、はい、なんかもう授業中ですね、毎日ホテルの氷全部持ってこいって言うんですよ。で、風呂の中に入れて、水入れて氷風呂ですね、そこに入るんですよ。本当の氷風呂ですね、ちょっと入れるだけじゃない。本当に入ってるんですよ。だから、まあ、それでちょっと体の熱を落とす。だから試合でこう痛めるじゃないですか。それ全部その熱を落とすらしいですけど、ね、知ってましたね。ホテル大変ですよね。大変ですよね、氷。浴槽いっぱいってどんぐらい、もうでも今 UFC の選手とかもそれたまにやってますよ。あ、はいはい、あのアイシングじゃないですけど、トレーニングになって総合格闘技に来た、はい、そのきっかけというか、はい、自分は MMA で言えばヒョードルですかね。ヒョードル、あ、ヒョードル、ヒョードルとかミルコ、ノゲーラ、シューバとか、あの辺がやっぱあの世代ですね。2003年、4年、5年ぐらいですね。ただやっぱり MMA だけで言えば結構知っていたのはやっぱ日本人が活躍した元下の階級ゴミさんとかの方が、そうですね、そっちの方が
まあ、あのイメージはやっぱりずっと K-1 だけだったのかもしれない、うん、なんであれなんですけども、で MMA に来るきっかけだったのは、一番は自分、そのさっきも話したように強さにすごく憧れて、うん、大山総裁の空手バカ一代を読んだっていうのもありますし、やっぱり大山正史総裁にすごく憧れを今持っていて、世界大会優勝させてもらって、一応まあその極真っていう流派だけですけども、そこでは一応一番になることができて、その試合終わった後にふと空手バカ一代を読んだんです、また一から、うん、その時にいや今大山総裁生きてたら何してんだろうなってやっぱすごく思ったんです。自分は総裁94年に亡くなられて、自分95年生まれで全く被んなかった世代の一人なので、そうなった時にいや総裁なら今多分世間で人気がある MMA とかに行って片っ端からみんな倒して、うん、多分また地上最強説あの証明しに行くんだろうなと思って、まあ、それがきっかけですね。そうなった時に、まあ、やっぱり人に知ってもらう大切さっていうのをすごく世界大会優勝してから知ってもらって、やっぱり自分自身が強さを憧れるのはもちろん大事ですけど、人に知ってもらうっていうことがすごく大事なのかなって、うん、ってなった時にやっぱりこの MMA っていうのは一つの自分の最強を証明したいっていうのと人に知ってもらうっていうのが二つ合わさったものなのかなっていうのをそう感じて、そこから試合に入れることになりました。はい、すごいその自然に入りましたね。そうですね、はい、もう本当に自然に達成した後にそのバゲージで読んだらそこに総合があったと。そうですね。で昔その相撲と柔道もやってたと。そうですね。なんで、うん、まあ自信というか誇りはあったんで、まあ多分大丈夫かなっていう。まあもちろんまあ終わった話ですけど、初戦終わって厳しさを突きつけられましたけど、でもやっぱり今もその気持ちは変わってないですし、うん、逆にこまあ今言えばまだ白帯の状態なんで、これからもっともっといろんなことを経験して、最後はそういうことできたらいいなと。うん、諦めなければまあ。続くとは自分は思っているので。そうですね。あとはその貴重な、はい、日本人ヘビーなんて。はい、ありがとうございます。そこはあの、まあ、今高坂さん引退してますけども、はい、あの守っていける場所だと思います。あ、ありがとうございます。でも本当にあんだけのレジェンドが最後に自分を選んでくれたっていうことに何か意味を勝手ながら感じているので、まあ、それは逆に高坂さんに今後いや負けたのは高坂さんだけでしたって言えるぐらいの男になりたい。多分あの高坂さんもあの負けも覚悟して出たと思うんですよ。そうですね。だけどあの本当に勝負したと思います。あ、そうですね。最後の一発あれもあれでかけたと思います。狙いすまして、ね、あれが狙いすまして。そうですね。だからあのグラウンドも付き合ってくれないし、はい、で打撃だとボン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 離されるじゃないですか。はい、だからもう できれば最後の一発もうこれがダメだったらもう死ぬかなぐらいの感じで行ったと思いま す、ね、ですね、で当たったらストーンって行ったんでもうここだって言ってそんな感じでした、ね、見たと思うんですよ。でもあれあの後でも あの例えば下から組んでちょっと時間潰すじゃないですか。あの時間経ってたら大坂さんスタミナ切れてたと思います。あ、なるほど。だからチャンスはあったんです。そうですね、悔しいですね。あそこでもう大坂さん全部出しましたからね。はいはい、全部出したんで、ただやっぱものを今後は学んでいきたいなっていう。その辺はやっぱり高坂さんの今までの その経験でしょう、ね、そうですね。一発で持ってパカパカパカってやってたらあのレフリー止めますから、はいはい、それも多分狙ってたと思います。あ、なるほど、なるほど。何も言えないですね。いやいや本当にあのでもそんな感じなんで高坂さんも本気でいったと思います。あ、嬉しいです。お父さん、まあ、さっきも聞いたんですけど、お父さんはあの憧れてた人って誰がいるんですか。その野球やってた。あ、父が憧れてた人ですか。まあ、父はもう常々言ったら長嶋監督ですね。あ、長嶋さん。もうイメージが。もうじゃあもう本当に野球のトップですね。そうですね。自分の父もやっぱりそれに似たのか分かんないんですけど、どっちかというとかっこいいっていうよりも怪物みたいなのが好きな感じだったので、うん、プロレスも父もまあ自分は一緒に見てないんですけど、すごい好きだったイメージはあるんですけど、誰が好きだったすみません、誰が好きだったかちょっと分かんないんですけど、どっちのプロレスですかね。新日本だと思うんですけど、なんかそういうイメージがそうか。でも上田選手が子供の頃といえば、95年からということは武藤さんとかあの辺がいたですね。武藤さんとか三重市の時代ですね。まあでも長嶋監督ですね。自分はもうそっさに出るイメージは。そしたら上田選手の逆に上田選手が生まれて初めて、憧れたヒーロー、はい、これワンピースって漫画が自分大好きなんですけど、シャンクスっていうキャラクターがいるんです。俺分かんない。すいません。逆に俺は、その時代。ワンピース見たことない。
多分もう自分世代はワンピースドラゴンボール世代なんですけど。それも戦いなんですか。それも戦いですね。その人は戦うんですか。ちょっとまあ戦うシーンもないんですけど、あまりあのその主人公が憧れてた人ですね。ワンピースっていうのは戦いの漫画。一応そうですね。あのまあ主人公が海賊ですよね。海賊、そうです。海賊で戦って何こう、まあその主人公が弱いんですけど戦いながらだんだん成長していくストーリーみたいな。そういうあれなんですね。はい。ゲームナムの人間でヒーロー。ああ、そうですね。ナムの人間ではもうグラブですね。ああ。面白いグラブです。アクションスターとかそんなのはないですか。うわ、そうですね。ジャッキー・チェンもちょっと古い方なんで、自分からすれば。だから逆に言えば、空手 やり始めてから見たって感じですよね。逆に、昔やってたのを、まあ、伝えとかあるじゃないですか。それで見てたみたいな。いや、本当グラブ一筋でしたね。本当に好きですね。自分はブルース・リーです。ブルース・リー知ってますか？あ、もちろんです。ブルース・リーを最初にあの幼稚園から小学校上がるときに親にその映画館に連れて行かれたんですよ。はい、で映画館って当時分かんなくて、なんかみんなこう幕閉まってるのにみんな前向いて座ってるじゃないですか。なんか怖い場所に来たんじゃないかと思って、はい、そしたらもう真っ暗になって、いきなりこう開いたらその裸の人間が戦ってるんですよ。その映像って昔当時はその映画っていうのが分かんなくて、ドキュメンタリー、この人のドキュメンタリーだなとずっと見てたんですね。はい、そしたら途中でこう鉄の爪の男が出てきて、はい、それとその裸の男がこう戦い出して バシバシこう切られていく。もう怖くて怖くて、あの控え室あの外で出ました。でもう怖くて、もう絶対刺されて死ぬんだろうなと。だから後で親父が出てきたら、どうだった、勝った、どうやって勝ったんだろうって教えてくれないですね。でその後に2年後ぐらいにそのロードショー、テレビでやったロードショーを見て、はい、あ、なるほど、その時も映画って存在知ったんで、はい、そこからですね、なんかその戦う人間っているんだなと。それおいくつぐらい、幼稚園から小学校7歳ぐらいですね。そこからいきなりその体、なんかわかんないんですけど筋肉っていうものを目覚めて、あ、はい、筋肉がをつければあの強くなれるんだと、はい、技術とかってあんまり分からなかったんですけど、はい、筋肉をつければあの強くなる、はい、みんな強い人って筋肉すごいじゃないですか、はい、だから筋肉があれば強くなれると思って、それで筋肉を鍛え始めたんです。あ、それ7歳ぐらいからですか。7歳、10歳、10歳ぐらいから で, で当時は YouTube とかも何もないん で, そうですよ、ね、本屋さんに行って立ち読みするんですよ、あのトレーニングを、はい、でそれであの帰りにトレーニング、用品店に行ってちょっとこう触ったりとかして、はい、で家帰ってその思い出してこうやって、そうやってトレーニングしてました。でお小遣いもらったらあの鉄アレ買ったりとか一つ一つこう揃えて、すごいですね。すごいモチベーションで、あのやっぱりその強くなったかどうかの査定法はやっぱり喧嘩しかないじゃないですか。あ、当然そうです。やるんですけどなかなか勝たないんですよ。あ、はい、やっぱりその同じ年代とはやらない。やっぱり1個先輩とかにこうなぜか向かって、そうすると投げられたりとか、もうこんなグワーッとやられたりして負けるんですよ。はい、なんなんだろう、こう鍛えてるのになんで強くならないんだろうなと思って、ようやくそのそこに技術があるっていうことが分かったんですよ。で、あの電影中に座布団を巻いてキックとかこれやったりとかして、でそうこうしてるうちにあのタイガーマスクですね、うん、タイガーマスクがこうテレビで出てきたと。でタイガーマスクって漫画で強いプロレスラーなんですけど、それが本当にこう出てきたんで、それを見て、であのプロレスの方にこう徐々にこうスイッチしていった感じですね。あ、そうなんですね。で自分が入った頃は、そのプロ猪木さん自体がプロレス対格闘技 その試合をしてましたので、はい、新日本プロレスではそういうあの何ていうんですかね、実際に決め合い締め合いのトレーニングをずっとやってました。あ、そうなんですか。はい、15歳。それと自分の先輩、大先輩、ウィリー・ウィリアムズ、さんがやるっていうのを見ましたね。だからそういう意味では、あの、なんていうんですかね、あの、テレビでやってるプロレスとは違う練習を道場でやってるんですよ。本当地味なんですけども、本当関節折れるか折れないかとか、あと首を絞めて落とすとか。あ、この場所でどこが効くかとか。それを先輩にこう永遠にこうやられて覚えていくって感じですね。ああ、もう締められて締められて、はい、可愛がりってやつですね。そうです。だからあまり話せないと思うんですけど、自分小学校の時は結構可愛がりの傾向あって。それは相撲ですか。
空手です。空手で。まあ、5個ぐらい上の、まあ、当時の5個って言ったらやっぱ小学生の5個って言ったら結構下がるじゃないですか。やっぱそれに倒されて、もう今の時代じゃ絶対やっちゃいけないと思うんですけど、まあ、自分でも逆にそれで強くなったんですよ、分かって。そういうのもなんかすごい大事だなっていうか、やんなきゃなっていうか、やられてなんか学ぶものって自分はすごくあると思う。そうですね。でもそれで折れちゃう人もいますね。そうなんですよね。だから折れないんであればそれでいいと思う。そうですね。芋洗い式になっちゃうんですけど、残ったやつだけは強くなるっていう方法になっちゃうと思うんですけど、新日本、当時新日本もそれですよ。とにかく厳しくやって厳しくやって、それで残ったもんだけできる。そうですよね。空手も当時自分は聞いた話なんですけど、やっぱりもうブームだったんで、やっぱ道場に人が入りきれないから、いっぱい行くんですね。だからもう大体ミドル海当時の、まあ、空手は無級から10から1級があって初段ってなりますけど、まあ、4級ちょっと上級者ですよね。まあ、4級3級ぐらいが白身の相手で白身倒してクリアだけ残すみたいな、なんかそういう話も聞いてたので、まあ、当時はやっぱだからやっぱ残る人はみんなやっぱかっこいいし強いなっていうイメージがすごくありましたね。逆に強食なんですね。そうですよね。そういう世界は、まあ、今この時代ですけど、自分はやっぱりどっかにすごくずっと憧れはあって、うん、かっこいい、ね。まあ、まあそれはあんまりないですよ、最近。あ、そうですかね。なんかやっぱ男っていうか、なんか怪物じゃないですか、そういう人たちって。それはやっぱかっこいいなと思いますね。あんまり、ね、今はもう最近ないですね。うん、最後です。はい。女性。あ、女性。女性はどうですか、女性は。好きなタイプ。いや、付き合ったことあります、今。あ、もちろん、一応、なんとかは。今26だから童貞じゃないですか。あ、一応卒業はしました。童貞、小学校、終わりぐらいですか。一番ちょっと早い方でした。誰だったんですか、相手は。彼女一行兵、当時一行兵で高校1年生の彼女でした。これ見てますかね。見て。あ、でも、今回、ライジン初戦の時に。読んだんですか。いや、読んでないんですけど、頑張ってねっていうメッセージしてきました。これ、あれですか。コラボで出したりとか出会う機会、当時の初めての初体験の話初体験みたいな初体験のこととコラボですね。前向きに前向きに。その流れで結婚は考えてますか。結婚はいつか、まあ、いやもちろんです。結婚はいつかはしたいですけど、まあ、今はもうこういう転校したばっかなのでちょっと今は全く考えてないですね。でも35ぐらいまで待ってもいいと思いますよ。そうですね、今の時代は結構遅いですからね。自分だからちょっと安心感は周りも誰も知らない。10年ぐらいはもうあの総合で。いや本当そうですね。もうびっちりやっても大丈夫です。そう思います自分も。いつ結婚されてる子供。自分は2回してるんですよ。あ、そう。最初が22の時で。早いですね。早いです。それで次が30、何年前ですか。もうだいぶ前ですよ。もう子供が今、17なんで。あ、そうですか。自分一人の時と結婚した時と子供の時って変わっていくもんですか。ああどうですかね、モチベーションがなんかなんていうんですか、下がるっていう言い方おかしいんですけど、なんか下がる人も聞いたことあるんですか。下がりはないですね。逆にその一緒にこうついてきてほしいっていう気持ちで、はい、家族で戦うっていうことができるんで、多分高坂さんも一緒だと思います、はいはいはい、あそこも家族すごい仲良いです。そうですよね。そういう意味ではモチベーションを下がるってことはないですね。でむしろその一緒に戦ってほしい、うん、だからそういうついてこれる人じゃないと格闘家の妻は無理だと思います、ね、絶対強い方がいいですよ。あ、分かりました。結構今までの彼女みんな弱々しい子が多い、自分がそういうのがタイプだったんで、ちょっとあれですね、結婚するのと変えていかないじゃないですか。多分格闘家の奥さんみんな強いと思います。あ、みんな多分尻に惹かれてますね。あ、格闘家が高坂さんとも多分惹かれてますね。そうなんです。そのぐらい奥さんも強いですよ。そんな感じですかね。はい、ありがとうございます。いいです。お話しなったんで、ありがとうございます。とりあえず、また何かあったらこちらこそ、ありがとうございます。次回もしっかりペーパービューで見ますので、ちょっとご指導よろしくお願いします。ありがとうございます。上田美京選手でした。ありがとうございました。